どうも皆さんこんにちは、本物のレムです。今日なんですけれども、私の好きな YouTuber を3組ですね、紹介していきたいなって思いましてそれでは早速やっていきましょう。これだ。悪の秘密ぼっちヒライザー総統という名のファンタジー。この人はね、俗に言う物申し系 YouTuber で、ことあるごとにいろんな炎上した人をぶった切ってるんだけど、ずば抜けて面白い。まず頭がめちゃくちゃいいから、言葉選びか秀逸、矛盾してるかもしれないんですけれど、すっごい毒舌なのに全然トゲがないというか、他の物申し系 YouTuber の場合は少なからず誰かが傷つくはずなんだけど、ヘライザーさんの場合は誰も傷つかないんだよね。最近のおすすめで言うとこの動画かな。これめちゃくちゃ面白かった。というかもうサムネでもう笑ったよね。概要欄にリンク貼っておくのでぜひご覧ください。最近物申し系 YouTuber が某ゴリラのせいで少し大変かもしれないけど、ヘライザーさんにだけは残ってほしいですね。続いてはこの方、ニナニさんです。この人はね、あるある系だったり男子女子の本音的なところを動画にしてくれてるんだけれども、普通に綺麗な女性にもかかわらず、物事の着眼点がめちゃくちゃ男子のそれなんだよね。ちょっと生きがってる男子のモノマネとかがめちゃくちゃ上手です。女性または男性の気持ちがちょっとわかんないよって方はこの人おすすめです。最後はこの方、京香さんです。この人はショート動画をメインにやってる方なんですけど、なんだろう、やってみたみたいな動画が多いですね。結構ね、食事シーンが多いんですけど、その時にめちゃくちゃ顔がアップになるんですよ。普通だったら人が食事してるところなんてアップで見たくないと思うんですけど、この人めちゃくちゃ顔整ってるんで全く不愉快じゃないんですよ。結構生にも強いので、方言好きの男子はおすすめです。最近一気に伸びてきた方なので、これからの活躍も期待して更新待ってます。とまあこんな感じなんですけど、いかがだったですか？いいなーって思う方はいましたか？今後も YouTuber に限らず自分の好きなもののおすすめとかはしていきたいなと思ってますので、今日の動画いいなーって思ったら高評価とチャンネル登録してくれると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。